森岡銀行は明治期に岩手県森岡で設立された銀行。1874年の小野組、破産以来、岩手県では為わせ方を失っていたため、政府は1878年12月に第1、国立銀行に森岡支店を森岡市外高野町に開業させ、国庫金と公金を取り扱わせる。岩手県における銀行開業の始まりである。 翌1879年8月16日には、18、軍役所の交わせ方に任ずるため、第一国立銀行出張店が、県内18区に開業された。同年、一の関で、旧一の関藩市の出資によって、第88国立銀行が創設。盛岡でも、旧盛岡藩市の出資によって、第90国立銀行が創設されるが、いずれも、 経営基盤が盤石とは言えず、1894年、第1銀行森岡支店閉鎖に伴って、当時、第90銀行は経営不振に陥っており、第88銀行は堅実経営のものの規模が小さすぎるなどの理由によって、渋沢栄一が急遽、仙台の第77国立銀行に森岡支店を開かせ、公金取扱機関とした。 1896年、後に北上派と呼ばれる森岡の財界人の尽力により、商業銀行として森岡銀行が創設され、初代東取を村屋兵とした。創業時の資本金は70万円。1899年、岩手県の公金取扱いを開始、旧森岡銀行本店1907年、本店を中の橋に移転した。当時建設された、 本店本館の建物は、後、岩手食産銀行本店、岩手銀行本店、道中の橋支店として使われ、店舗としての営業は2012年8月に終了し、現在は岩手銀行赤レンガ館として保存され、国の重要文化財に指定されている1928年1月施行の銀行法により、銀行資本の最低額を100万円としたことにより、 地方銀行の合同整理が促進され、岩手県内では1927年の11行から1929年末4行に再編成された。また、特殊銀行の岩手県農耕銀行設立、日本官僚銀行により1930年に合併、支店となった。1931年10月、青森県の第59銀行で取り付けがあり、 その影響で三考町と八の平氏にあった森岡銀行の支店も取り付けを受けた。岩手県知事は森岡銀行、岩手銀行、第九十銀行、森岡貯蓄銀行、安田銀行支店等の幹部を召集し、預金の制限払いを実施することとなり、森岡、岩手、貯蓄の三銀行に合併し、県及び大倉省の援助を得ることに協議を進めたが、第九十銀行は、 合併に賛成せず、盛岡、岩手両校の合併も不成立に終わり、次に大蔵省から銀行の合併ではなく、新銀行設立案が提示され、1932年5月19日、岩手職産銀行の設立となった。不信を買った盛岡、岩手の両校は、同7年6月1日整理案を発表し、整理の段階に入ろうとしたが、銀行は預金の引き出しに合い、 運営が困難になり、翌1933年6月に、森岡銀行は営業免許の取り消しを受けて、解消した岩手県市 10P68 区に、指定文化財等岩手銀行級本店本館、官報大1928号、昭和8年6月7日、P162 岩手県市 10P100 から101、大倉省監督局編。 銀行総乱第3回百8 9 7年 P93 ありがとうございます。